ニューヨークパリ大冒険は、ジェラール・ウーリンイ監督、ルイド・フュネス主演による1973年公開のフランス映画である。フランス語現代のレア・アッペントゥール・デ・ラビ・ジェイコブは直訳するとラビ・ヤコブの冒険となる。ユダヤ教の同志ラビを題材としており、ユダヤ教との風俗を風刺した喜劇映画である。1973年にフランス公開された この映画は730万人の観客を得て、その年のフランスにおける工業収入の第一位を獲得した。1975年、アメリカのゴールデングローブ賞外国映画賞にノミネートしたが受賞はしていない。同じ類ドフュネス出演で放題の似ているニューヨーク大混戦とはつながりはない。チューインガム工場でのドフユネス及び悪感軍団が ガムの現役を被りまくって行うドタバタのシーンは特に人気が高い。ニューヨークのブルックリンに住む著名なアシケナージのラビアコブとその秘書のサミュエルはパリに住む親戚の子ダビットのバルミツワを祝うためにケネディ空港へと向かった。同じ頃パリ郊外の田園地帯で工場主でカトリック教徒保守的でレシストのビクトール・ピベールは 娘のアントワネットの結婚式を祝うため、雇用する運転手サロモンに運転させた自分の車に乗っていたが、その途中の車窓から見たカトリック教会で白人男性と黒人女性のカップルの結婚式を目撃する。白人と黒人の結婚だなんてとしぶるピベールに、サロモンは何か問題でもと問いかけ直す。フランス人ってのは大体白人なものだ。 あなた保守的な考えですね。レイシストですかいや、まあ、そんなことはない。カトリックは、すべての人のためのものだが、いいえ、すべてではありませんよ。例えば僕はカトリックじゃありません。ユダヤ教徒ですとサロモンは言う。ちょうどそこへ、自動車電話でピヴェールの妻から連絡がある。ピヴェールは、電話に出るが、小声で、この運転手。 ユダヤ人だってさと差別的に不意調するのに気を取られた。サロモンは思わず耳をそば立てた結果運転を誤り、道路脇の池に落ちてしまう。池から這い上がって車を引っ張ったピベールとサロモンだったが、まだ車を引き上げないうちに、サロモンは今日は金曜日でもうすぐに一没です。我々ユダヤ教徒は安息日で働かない決まりですので、これで失礼と言って、 ユダヤ教の成果を唱えながら去っていってしまう。車が池に転覆したままのピベールは、助けを求めに近くにあったチューインガム工場に入る。しかしながら、その工場の中では、アラブの防国の革命家スリマーヌが、敵対組織である彼の国の警察に捕まっていた。即決裁判で死刑を言い渡す狩領のファレスの中にピ、ベールが乱入し、発砲騒ぎになる。全員が、 身体中液体がむまみれになる中、なんとかピベールは逃げ出すが、池の車にたどり着くと、その車にはスリマーヌがいた。スリマーヌはピベールを銃で脅しながら、革命待った田中の自分の国へ行くため、パリのオルリー空港へと向かう。ちょうどそこへ、ニューヨークからラビアコブとサメウェルが到着した。空港のトイレでラビたちと鉢合わせた、ピベールとスリマーヌは、 つけひげとつけもみあげ、黒ずくめのユダヤ協調正党派に変装し、ファレス一味の目を逃れる。しかし空港に出迎えに来ていたダビットとその祖母に、本物のラビアコブと勘違いされ、パリのマルチ区のユダヤ人街に連れて行かれる羽目となる。ラビアコブとして、熱烈な歓迎を受けた、ピベールとスリーマーヌは、たまたまユダヤ人街にいた、サロモンの助けを得て、シナゴーグに担ぎ出される。 カトリックとユダヤ教徒の習慣の違いによって、ピベールは様々なドタバタ劇を繰り広げる。1973年10月18日、ジョルジュ・クラバンヌの妻がこの映画の公開に抗議するために、エール・フランスのボーイング727をハイジャックした。彼女は乗員乗客109人を解放した後、警察官に狙撃され死亡した。ありがとうございます。